ニュースをやっとる時点で、人のことをネタにして稼いどるわけやん。お前も一緒なんちゃう、とは思うけどな。8月4日、自身のツイキャスでそう語ったのは、YouTuber のヒカル。山口県阿武町で起きた、新型コロナウイルス対策給付金4630万円の誤送金事件で注目を集めた田口翔被告に、救いの手を差し伸べた当事者だ。田口被告は、ヒカルさんの関係会社である、究極のブロッコリーと鶏胸肉で勤務するそうです。これを取り上げたのが、8月2日の、目覚まし8、フジテレビ系。MC である谷原章介さんはこれについて、YouTube を見た人みんなが支えてあげる、ということになる。どうなんだろうと、ちゃんと考えた方がいいですよね、と、苦言にも似た発言をしました、芸能記者。そんな谷原の苦言に対する反論が、冒頭のヒカルの発言というわけだが、仮にも年上である谷原さんに対し、お前、呼ばわりする姿勢に、抵抗を感じる声が多いようです。ヒカルさんは以前にも、自身の前で YouTuber をこき下ろした芸人について、俺に勝ってるとこ、一つもないからな、ゴミみたいなやつ、と怒りをあらわにしたことがありました。今や YouTuber といえば、子供にも人気の職業。そんな人物が、他人に対し乱暴な物言いをするのはいかがなものか、という声が上がるのは当然でしょう、当然。子供に人気の YouTuber といえば、1000万人以上の登録者数を持つヒカキンだ。彼もまた、7月12日に自身のゲームチャンネル、ヒカキンゲームズにアップした動画が、物議を醸した。動画内でヒカキンさんは、チームメイトが欲しいと示した武器を横取りする形で拾ってしまい、不服に感じた味方がヒカキンさんを射撃、マナー違反に気づいていないヒカキンさんは、不快感をあらわにし、うっざ、と発言。そのプレイヤーの名前を出した上で、俺、もうこいつとやりたくないわ、お前やばいわ、苦手だわ、何やってんの、こいつ、と、怒りをぶちまけていました。ネット上では、幻滅した、暴言やめて、という声が多く寄せられたのです、当然。YouTuber もタレントと同じく、カメラの前に立つ、表現者。成功を収めた二人だからこそ、言葉遣いには気をつけてほしいものだが、